英雄魔術師はのんびり暮らしたい、をレビューします。本作ですけれども、一応個性と呼んで良いと言えるものは入っています。いますが、その個性を乗せた題材自体がうんこすぎるのでただの個性があるクソになってしまっており、総合的に見てやはりクソですね。そもそも主人公が客観的に見て、クズ野郎以外の何者でもなく、それが正義ずらして過ごすという胸クソが、ついて回ってしまうのは明確なマイナスポイントだと言えますね。では裏筋から、元引きこもりのうんこ製造機だった青年は、異世界に召喚されたことによって、英雄魔術師として人々から崇めたて祀られる存在になることができたのだった。そしてそれによって金、暴力、セックス、を無制限に得て使用することもでき、圧倒的万能感を持って自身の地位と能力を行使、敵の大軍を日々虐殺していたのだ。2年後、彼は逃げていました。自身の力に万能感を感じていたのも今は昔、彼は異世界チートに飽きてしまいました。天維持はエルフやら魔物やらのファンタジーに、心が躍りめちゃくちゃやったものだが、最終的に公爵殿の娘に手を出してしまい、国から追われることになってしまったのだ。そのため魔法で10代の姿に変装し、辺境の国に向かうことになったんだって。とまあ、この時点ですでに、いいところと悪いところと大量のもっと悪いところが見つかることかと思いますね。いいところは、異世界転移してチート能力で無双した後、最終的に落ちぶれてしまった主人公の話、つまりテンプレ異世界チーレム無双の枠外での話であるという個性とも見える点、悪いところは2年で飽きるとか早すぎるだろという点。これゲームじゃなくてリアルやぞ。もっと悪い点は、まず主人公が元々の性格からしてカス野郎すぎることと、異世界転移後にそのカス野郎具合を存分に振る巻き異世界の生命を蹂躙し、しかもそれに対して一切の罪悪感を覚えていないという点、それと説明上、最強すぎて一国の軍隊でも主人公一人で圧勝できてしまう状態にあるのに、なぜか国に追われた程度で過ごすごと逃げるという点、また先の性格の悪さと、自己顕示欲の塊のような小学生未満の精神性から考えると、逃げるなどのことはせず、普通にその国を滅ぼして国民を全員奴隷にして大笑いしそうな人間であるため、先の逃げて云々という行動自体が話の都合上作者が無理やりキャラにやらせたという、作品の作り方の上で圧倒的な臭みがある点ですかね。開幕から逃げさせるのであれば、そもそもとして主人公の力は抑え気味にしておくべきですし、またその性格も、クズではなく、命の大切さを最低限は知っている常識人枠にはしておくべきですし、これらの観点から見て、本作はテンプレ異世界チーレム無双をした男が無双しきり、辺境に逃げてのんびりするための話を作者がしたいからという理由だけで、他の設定をすべて無視して無理やりキャラに操作させた作品であるということが明らかであり、つまり先の作品の個性自体が無理やりつけられたものであるという点が、本作の一番悪いところですね。やっぱり悪いところしかないじゃないか。さて国から逃げている途中で盗賊に襲われた村を発見し、生存者がいないか呼びかけるが、生存者は警戒して出てきませんでした。気配はすでに察知していた主人公は、出てこないなら全員吹き飛ばすからとっとと出てこいと魔法を見せつけて脅し、結果無事生存者と会話をすることができたのだ。やっぱり平和が一番。さて生存者曰く、この村は反乱軍という名のゴロツキどもに襲われたらしく、村人の半数は死亡し残りは全員が怪我人であるということだった。あ、自分回復魔法を使えるっすよ、と伝えたところ、魔術師なのに回復を、と、盛大に驚かれ持ち上げられながら怪我人に治療を施すこととなったのだ。わざわざテンプレチーレム無双から外した話にしているのにテンプレチーレムしてて草生える。さて村人を脅し平和な話し合いを行った主人公は、怪我人を治療して回り、最終的に、いいことしたな俺、と自画自賛をするに至ったのだ。やっぱ性格悪いなこいつ。村人たちは主人公がさぞ高貴なお方であると称賛し始め、また治癒魔法を無影響で、
滑らかに行使できるその姿から実力面でも素晴らしいと持ち上げられたのだ。それを聞いて主人公、しまったうっかり無詠唱で魔法が使えることは特別なことだと、うっかり忘れていたぞうっかりだうっかり、と意図せぬ失敗を後悔したのだった。君、ついさっき村人を出しにして治療して自尊心を満たして自画自賛しとったやろ。うっかりやっちゃったぜ。っていうのであれば、村人を救うために必死だったとかの、周りが見えてなかった系の描写は入れろと。それがなくてしかも余裕しゃくしゃくなのに、いやーうっかりしていたなぁ。ってただ単にお前の視野の浅さをアピールしとるだけやろ。さて住む場所を失った村人のためにあっさりと住居を作り、全く決してこれっぽっちも意図していない称賛をうっかり受けてしまいながらも、とりあえずはその反乱軍を抹殺しに行くことにしました。彼は女が絡むと、見境がなくなるやつだからねしょうがないね。なのでチートの右翼で虐殺をしたとしても、すべてうっかりで許されるからな。だって見境がなくなっているだけだからな。というわけで反乱軍の拠点に突っ込んだ主人公は、その場にいる全員を、一方的に虐殺し、また捕まっていた王族の女も助けて気持ちよくなりましたとさ、という話ですね。おろろ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 。結局いつものじゃないか、無双後の世界という個性はどこ、ここ、それとこの主人公、初期設定とずれている点がどんどん出てきて、特に女関連が、かなりガバいです。最初に金、女、魔法、を存分に楽しんだという説明があったのですが、反乱軍に捕まっていた女の子の服が破れている姿を見て鼻血を出しますね。純情ボーイかよこいつ。というかな老系はこういう反応をする主人公が多いよな。まあ大抵は作者が女性経験皆無のリアル童貞クソガキだからしょうがないのですが、少なくとも本作については、この主人公は初めて女の裸を見たというわけではなく、女を取っ替え引っ替えしていたやつなわけで、さらに言うと国から追われた理由からして、公爵家の娘に手を出したことだと明言もされているつまりおせっせも済んでいるわけなので、どう考えても女の裸を見た程度で鼻血を出すのはおかしいですね。だったらこいつは、国にいた時に毎日ベッドが鼻血で染まっていたことになりますからね。あとついでに言うと、この主人公は魔法で見た目を10代にしていることをいいことに、反乱軍から助けた可愛い女の子をくどいて物にすることも画策したりしますからね。正直に申し上げて普通にキモいですね。現代日本のサラリーマンが転生して、若い肉体になったからといって同年代の可愛い女の子をくどき始めるとかも、相当にキモいものではあるのですが、それでも一応は異世界換算の年齢では、その女の子と同年代であるという言い訳はあるわけですからね。たとえその中身が、通算40歳を超えている童貞のクソジジイであるとしても、一応は若い肉体ですからね。ですが本作の場合はそうではなくて、中身も肉体もクソジジイそのものであるやつが、見た目だけ若い肉体になったことをいいことに見た目基準で同年代の女を口説く形のため、一応肉体は若いですからね、などの言い訳が効かないリアルなクソさがあります。あとついでにそれを考えている時にまた鼻血を出します。描写が一貫しねえなこいつ、やりちんゲス野郎ならやりちんゲス野郎な反応には統一していてほしいものです。あ、ちなみにこの後は追っ手を抹殺したり反乱軍を一撃で全滅させたりしつつ、この作品は突き抜けていきましたとさ。いや第一巻が終わっただけなのですがね、とりあえずまあ、メインテーマとしておそらくこれがやりたいんだろうなというもの自体は、正しくできているかどうかは別として、一応は見える点は評価できますかね。先に言った、異世界チーレム無双を楽しんだ後の話というテーマですね。これ自体は、正しく行うことができていれば、まあ一応は個性にはなりますからね。セーブ&ロードのできる宿屋さん、あたりは面白いかどうかは別として、異世界チーレム無双後の世界という設定を描写上の矛盾なくまとめてはいましたからね。なので面白いかどうかは別として、一応は明確な個性として見ることができますね。しかしながら本作の場合はそうではなく、異世界チーレム無双の後の話なのに、やっていることが異世界チーレム無双の最中にやっていることと全く同じなので、個性になりきっていないですね。個性として見れないというか、せっかくやるのであれば、
ちゃんと異世界チーレム無双のテンプレはしない縛りで話を作るべきですかね。正確には異世界チーレム無双をしていた時の自分の浅はかさや自分が奪った命に、後悔の念を抱いているような描写はあるべきですかね。以前の自分を客観的に見て、そのひどさに自分でドン引きするくらいに過去を否定しないと、やる意味がないですね。そもそもこの主人公、自分が国を追われることになったというのに、その原因となった、自身の振る舞いや性格などを一切改めようという気配すらないですからね。言葉としては、改めるよう、と言ってはいるのですが、行動が全く伴っておらず完全に口だけなので、真の意味での設定倒れに終わっているというかね。個性風無個性になった感、まあその原因のほとんどは主人公のカスすぎる性格と頭の出来にあるとは思いますがね、過去に後悔できるのは人間だけという哲学から考えると、後悔をしないこいつは、間違いなく人間というカテゴリーにはないですね。人もどきと言って良いのではなかろうか、後悔をしないというかできないというかね。その能力がそもそもないっぽいですね。総評ですが、やりたいことはわかるができていないので諦めろん、ですね。そもそも異世界チーレムのテンプレ以外の話を作ろうとしているのに、テンプレそのまんまで作ってどないするねんと。ナロー系主人公特有の自尊心の高さも、テンプレそのまんまなのでもはや救いようがないですね。それだけならまだしも、やりきん野郎なのに裸体を見て鼻血を出すことが普通ですよねとかの設定矛盾もあって、設定レベルで見た作品の出来としても論外ですね。その主人公が出すのは鼻血でなく、お精液であるべきですからね。設定上は、ラッキースケベとか言っとけや、最後に漫画家ですが、まあ、普通ですね。ナロー系コミカライズ基準だと上積みです。現在本作の他にもコミカライズをしているそうです。なんか絵柄が全然違いますが、以上です。ほな、また。